はい、お疲れ様でございますね。はい、はい、髪の毛切りました。はい、スルッパゲになりましたね、私。ほんまにハゲてる人にどつかれるわ。はい、私は今、夕方16時11分、南河内に向かっておりますよ。はい、まあ何度かね、動画にしているすっげー坂を左バックで駆け上って、そのまま左バックで掘り込みに入れてというわけのわからん立地条件の、スクラップでございますね。難しいんだよ。まあでも真っ暗な時じゃないからまだマシですわ。僕、まあこの会社でも初で行った時、僕が入って半年経つか経たんかぐらいかやったと思いますわ、多分。3、4ヶ月ぐらいかな、わからん、ちょっと忘れたけど、それぐらいで、真っ暗な中行って、死ぬかと思った現場でございますね。はい。前も言いましたよね、確かこれね。で、後々師匠のね、方に、ようあんな暗い時に入れたな自分って、褒めてもらったとこですわ。ほんま、すごかったんだもの。あら、ワンちゃんかわいい。いやー、ね、向かってまいりますよ。まあ、真っ暗になる前に切れたらええな。4時、まあ行けるやろ、多分5時過ぎぐらいには着くから、多分まだ明るいはず、知らんけど。そうそうそう、僕ね、このね、今 iPhone13 使ってるんですけど、もうね、これかれこれね、もう4年弱使ってんのよ。僕 YouTube 始める前、ちょっと前にこれに変えたんよね、 iPhone13 に。かれこれね、僕も3年半、来年の3月ぐらい、え、2、3月ぐらいで、多分4年のはずやん。で、端末代金4年やんか、払い終わるんよ。それを買い替えよかなと思っておりますが、 iPhone16 出たでしょう。16のプロに変えてやろうかなと、まあ、プロに変えてたところでね、カメラが変わるだけなんやけど、噂をすれば横の人多分16持ってるで。ちょっと車の中でなんか携帯してるというか、携帯置いてるけど、多分あれ16じゃない。16に買い替えようかなってちょっと思っとるんですよね。ねえ、なんで買い替えようかと思ってるのがね、もうバッテリーなんですよ。もうすぐ減るし、もうね、動きがね、重たくなってるの。なんかもっさりしてるというか、カクつくというか、なんかアプリ起動してもすぐ起動せえへんかったり。うん、これはちょっとどうの、まあ、バッテリー変えたら、持つっちゃ持つんやけど、もうそれのに、なんか結構かかりますやん。2万弱ぐらい確かかかるはずなんですよ。2万弱だし、もうそんなバッテリー変えるぐらいやったら、もう携帯変えようかなぁ、思って。皆さん、どれぐらいの周期で携帯変えてはります？3、4年ぐらい使って変えてるっていう方と、端末払い終わったら変えるっていう方と。ただね、僕ね、この携帯はね、もう動画撮影用のサブカメラとして使いたいんで、もうこれは下取りには出さずで考えてますね。それやったらバッテリー変えても、まあ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 、サブカメラとして使えるしね。ね、アクションカメラもう一台買い足そうかなとかも思ったんですけど、まあ、
アクションカメラ買い足すぐらいやったらまあちょっとこの携帯をサブカメラにするかと。おい子供たち気早いぞお前ら。いやまあどうせ青なんねえけど気早いてどうせ青なるからええんやけどさ。校舎よし、巻き込みよし。行きませんとね、危ないですから。左寄っとくか。もう渋滞してないやろしね。そう、前言ったな、前言ったっけ、このララポートね、前一回来た時あるんですけど、それ向かいにね、爬虫類専門ショップみたいなのあるんよね。で前通ったら丸亀食べに行こうって思ってララポートおるくせに丸亀行ったんよ。もう子供がもううどん食べたいって言うから、もうそれやったら丸亀行こうか言って丸亀行ったんやけどこのね爬虫類専門ショップっていうところのね、前通ったらね、扉にねゴブゴブのステッカーめっちゃ貼ってんねん。あの浜ちゃんの番組のゴブゴブってありますやん、あのステッカーめっちゃ貼ってて、あめっちゃ来てんねやと思って、5、6枚貼ってたよ。すごーいと思って。浜ちゃんが爬虫類好きなんかどうなんかちょっと知らんねんけど、ねえ、まあ、ゴブゴブもね、僕ね、あの東野が相棒じゃなくなってからミーヒになっちゃって、なんかいろいろ変わりましたやん相棒。 今はちょっとどうなになってるのか分からへんねんけど、もう東野浩二とやってる時がもう面白くてずっと見てたんやけどね、もうミーヒになっちゃった。ね、いつのゴブゴブのシールか分かりませんけどね。携帯買い替えたいなと。ベーシックの16にするかプロにするか、容量をどうするかやね。今これ多分ね、まあ、今ちょっと止まってるんであれですけど、ストレージこれ128なんよ。128でもええんかな。もね、そんな感じでストレージもそんなに大きくなくてもええかなと。まあそれでプロにしたらなんぼなんねやろ。プロカメラの性能がいいという噂なんでね、望遠とかもズームとかも。ただねズームとかあんませえへんねんな俺。動画撮影するとき広角にはするけどズームにはせえへんから、それはまあどうなるかな。と、試案しているところでございます。それかもう15と16、そんなに機能変わらんねやったら、15のプロマックス。でかすぎるか、プロ。の容量でかいやつにしてもええしね。でもせっかく買えるんやったら、一番新しいやつにしたくね。同じ金払うんやったら。どうせまた分割で払うし。
んのかこれ。一発でいけた。奇跡。本当かいてマジ。もうちょいこっち？オッケー？オッケー？ちょっとなんかうまいこと言ったの？はい、無事に切りました。まあ、久しぶりですね。1回で左バックあれ入った。あれでしょうね。差し替えで、刺さってるやつを抜いて、そのライン通りに入れたから、多分スッと入ったんでしょうね。いやー、無事に、何事もなく切れてよかった。まあ、差し替えは差し替えでしたけど、同じ場所での差し替えはちょっと効いてなかったんで、ちょっと、おー、マジかってなりましたけど、まあ、無事に差し替えれたんで、いいでしょう。まあ危ないけどね、あんなところで差し替えたら。